おかえり遅かったね何してたの買い物それ本当？嘘ついたりしてないそうやって言って他の女に会ってたりしてない最近は普通に帰ってきてたのに 今日はなんであんなに連絡してメールだってねえんで無視するの寂しかったんだよ私たし構ってよ早くギュッてして早く じゃあ、遅くなった理由は本当に買い物なら、なんであんなに連絡したのに、出てくれないのなんか、バレたらまずいことでもあったからでしょ絶対そうだ。違う。 じゃあなんで、無視したのじゃあなに私が悪いの連絡がしつこいからだ、だって浮気、してないか、心配で。それで。 やっぱ私って、ダメなんだ。またしつこくなって、疑って。私のバカ、クズ。もう無理。ごめん。やっぱ一人にさせて。 何でそんなこと言うの被害者ずらして、すぐに病むから。そ、そんなの。わかってるよ。えっと、ごめん。もう疑わない。それに、しつこく連絡もしない。 確かに、何回も何回も同じことしちゃったけど、今度は大丈夫だから。だから、別れるのは嫌だ。気をつけるから。ねえ、別れたくない。君のこと、本当に好きだから、我慢するから。嫌わないで。 私から離れないでちょどこ行くの頭冷やしてくるいなくならないよねちゃんと戻ってくるよね分かった信じる 立ってきてくれた私、また病んで。ごめん。君のこと疑って。君はそんなことしないって、わかってるけど。つい、怖くて、心配で。ね。 ってしてありがとう好き君とこうしてると幸せを感じるずーっとギュッてしてたいそうだ分かったどうしたら こんなに心配しなくていいか。そっか。そうすれば。ううん。何でもないよ。ごめん。ちょっと熱くなっちゃったから。はい。お茶飲んで、お互いに落ち着こうか。 ねえ起きてもう睡眠薬盛りすぎたかなあ起きた <laughs> 私分かったんだどうしたらいいか君を監禁して。 一生ここから出られないようにすればよかったって。そしたら、私が寂しくなることはないし、かまってほしいときにかまってくれる。何かあっても私が出かければいいし、逃げられないように、手稼とか足稼とか用意して。何より、 私以外の女を見ることも、これから一生ないから。死ぬまで、ずーっと私だけを見て、私だけを感じて、私だけに構って。私以外、何も考えられないようにすれば、何も問題はないよね。 だから私だけを摂取して…ぎゅー…好き好き好き、大好き…